予定変更。サボっちゃおうよ授業。いや、さすがにそれは。ドキドキするね。おい、人の話。なんだ、すんなり入っちゃったよ。もしかしてアサフェラの時から濡れ放題だった？なんでそれを。みかげちゃんが教えてくれた。